ここは村田町に来ています。村田町っていうとこう蔵の町っていうイメージがありますけども、もう一つね、鬼伝説っていうのがあるんですね。これですね、腕を切り落とされた鬼がその腕を奪い返しに来たっていう、ガヤガヤ、その鬼伝説以外のもう一つなんか伝説らしきものがあるそうなんで、ちょっと行ってみます。これかな、なんか鳥居が出てきて、ちょっと小さめな鳥居ですね。これなんていうの、どんな感じ、ウバ神、すごい、なんか石碑がずらりと並んでる。これはなんかいろいろ奥にもいっぱい石碑があって、これですかね、お書いてある、ウバの手書き石、やっぱ邪魔だな、読めねえ、よいしょ、説明も読めない、裏番組と山奥に、あやめ、読んでみましたけど、元の乾いたおばあさんがここに手をかけたっていうような内容なんですけど、1円玉と5円玉が置かれてるところ、これがなんか指なのかな、